動画のご視聴ありがとうございます。旅する生き物男子、バオシンです。この動画にぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。久しぶりにトークだけの動画を配信するので、もしかしたら否定的な意見をお持ちになるかもしれないんですけれども、今後旅行される時に役立つ情報もあると思っておりますから、ぜひ最後までお付き合いください。で、ここはどこなのっていうことなんですけれども、ざっくり言ってここは僕の作業部屋になります。後ろにあるこの PC で旅行映像作品を制作しているわけです。では、本題に入る前に、まずは前回の僕合図編を最後までご覧いただいた皆様に感謝の言葉をお伝えさせていただきたいなと思います。本当にありがとうございました。至らないところもまだまだあるとは思うんですけれども、今後も変わらず精力的に活動を続けていきますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。というわけで次回の旅行シリーズですね、楽しみにしていらっしゃる方、配信が始まってからでいいやという方もいらっしゃると思うんですけれども、旅行シリーズのタイトル、そして大まかな内容を今回はお話ししたいと思っています。次回の旅行シリーズなんですが、もうタイトルはほぼ確定しています。題して鳥取里帰り編と呼んでおります。主なラインナップこちらに出しておりますが、まず1つ目、日本国内最後の寝台特急サンライズ出雲で里帰り。2つ目、本当に勘違いしてすみませんでした、本当の元祖牛骨ラーメンのお店に行ってきた。3つ目、宍道湖遊覧船白鳥号で宍道湖を悠々クルージング。4つ目、湖畔の城下町松江をのんびり散策。最後5つ目ですね、特急スーパーハクトで京都プチ観光&新幹線で東京へ。このようなラインナップで皆様にまた楽しんでいただければなと思っています。では1つ目の旅からざっくりとお話しできる範囲内で概要をお伝えしたいと思います。1つ目の旅、国内最後の寝台特急サンライズ出雲で里帰りなんですが、まずこちらにですね図を出しています。これが今回の旅行で使う鉄道路線のルートの概略なんですけども、東京姫路間の往復普通乗車賃が往復割引適用されまして18,000円、サンライズ出雲の B ソロ寝台券および特急券が合計で12,100円、姫路から岡山を経由して行きのゴール米子駅片道の普通乗車券が4,510円、合算しますと片道運賃だけで、まあ、往復分も入りますけれども34,610円となります。必要経費のお話としてはこんな感じになるんですけれども、まあ、気になる方もいらっしゃると思うんです。 JR の特急券ってどのぐらい前から購入できるのって気になる方もいらっしゃると思うんですよ。僕もかなり気になって緑の窓口に何回か足を運んで調べてみたところ、乗車する予定日から遡って1ヶ月前の午前11時から購入ができるそうです。これぜひ覚えておいていただけると非常に便利なんじゃないかなと思いますので、合わせてお伝えさせていただきます。で、話を戻します。前にですね、家族で鳥取旅行編というシリーズ全部で6本の動画を出させていただいたんですけれども、その時は全て青春18切符で東京と鳥取の間を往復したんですね。今回なぜサンライズ出雲を選んだのかというところなんですけども、なんといっても視聴者様の間で非常にニーズのあるテーマだと思ったんです。そうですね、まあ振り返ってみると、僕の今まで配信してきた旅行作品というのはどちらかというとニッチな企画、あまり需要があるとは思えないような旅行映像作品が多かったように反省も込めて思っています。せっかくなので、ここにさっきのルートマップ入れ替わりでサンライズ出雲の寝台券と、それから特急ヤクモに乗りますのでヤクモの特急券ここに出してるんですけれども、たくさんの方がサンライズ出雲を取り上げていらっしゃいます。そんな中で、そんな競合が多い中で、どこまで差別化をして僕内のアプローチでこの旅行を皆さんに楽しんでいただけるように完成度を高めていけるのか、本当にこれは僕個人の印象ですけれども、本当にニーズのある話題だと思ってますから、迷いなく挑戦するべきだなと思いました。本当に楽しみにしていただければ嬉しいですし、もしねこうアドバイスいただけるようでしたら遠慮なくコメント欄の方にいただければなと思います。さて、そろそろ2つ目の旅についてお話ししていこうかなと思います。このチャンネルではですね、以前に2回ほど鳥取のご当地ラーメン、牛骨ラーメンを紹介するグルメ旅を配信してきました。その中でちょうど上徳赤崎店さんご紹介させていただいたんですけれど、実は地元鳥取の方から、いや上徳赤崎店さんが元祖牛骨ラーメンのお店だって紹介していくで、それちょっと違いますからねっていう、そういったアドバイスしていただいたことがあったんです、コメントで。その方曰く、本質的な意味での元祖は米子市にあるますみさんという牛骨ラーメンのお店、ここが本当の意味での元祖にあたるので、ぜひ食べ比べをしてみてください、そういう風に言ってくださったんです。いやー、僕も説明が十分じゃなかったなと反
反省しているところであるんですけれども、せっかく視聴者様からこうしてご助言をいただいて食べ比べもしてみてくださいとおっしゃっていただいたのですから、改めてこの機会に取り上げてみようじゃないかと思ったわけなんです。まあ、どんな内容になるかは行ってみてからでないとわかりません。大雑把なアウトラインは作りますけれども、旅行というのは筋書き通りにはいかないものですから、皆さんもご経験はあるかもしれませんけれども、僕の旅行も筋書き通りに行ったことなんかほぼないです。なので何が起こるかわからないという部分も楽しみの一つに加えながら、いい旅行映像作品になるように頑張っていきたいなと思っています。では3つ目の旅、そちらのお話をしていきたいなと思いますが、宍道湖遊覧船白鳥号で悠々クルージングとまあ題しているわけなんですけれども、松江市といえば宍道湖を切り離すわけにはいかないと思ったんです。このチャンネルでも以前栃木市の遊覧船ですとか荒川ライン下り、そして中禅寺湖のクルージングを取り上げてきたわけなんですけれども、ちょうどね梅雨明けの宣言も出されまして、だいぶ蒸し暑くなってきました。やっぱりこれからの時期に涼しい気分を味わえるのは水に関連したものじゃないかなって思ったんです。で、松江市を観光するにあたってはバスの1日乗車券と松江城、小泉八雲記念館、武家屋敷、この3カ所の入場券を兼ねた3館共通券がとても便利だと聞いたので、まずは松江城に行ってこの3館共通券を購入して、それから宍道湖遊覧船の第2乗船場に移動します。ちなみにネットで調べたところ、3館共通券は税込みで1100円、松江市交通局が発行している中流バスの路線名がレイクラインというんですけれども、そちらの1日乗車券は520円なんだそうです。そして3館共通券には特典として特定の施設で受けられる割引があるんです。で、その特典なんですが、宍道湖遊覧船も対象になってるんです。乗船料が1割引になるということなんで、これは皆さんにぜひともお伝えしたいお得な情報だと思いましたし、なんとしても乗船して夏の宍道湖をこの旅行映像作品を通して心ゆくまで楽しんでいただければなと思ってます。本当に頑張っていい映像を撮っていきたいなと思ってます。それとですね、ホームページの方に船の上で食事ができますよという記載はあったんですけども、現在も蔓延中の新型ウイルスの関係でそちらの提供は未だに再開の目では立っていないというお話でした。では4つ目のテーマに入りたいと思います。松江市内を散策するということで、先に申し上げました3館共通券をフル活用していきたいなと考えています。そうしないともったいないですもんね。なので順を追って松江城、小泉八雲記念館、武家屋敷の順番に回って、最後に地ビール館に行ってみたいなと思ってます。特に地ビール館にはどうにかして足を運んでみたいんですよ。もし時間の都合でどれかを切り捨てなきゃいけないとなったとしても、地ビール館には絶対行きたいです。何しろですね、この3館共通券、この地ビール館でもお食事とかお土産を買うときに割引がつくということなんで、ぜひ足を運んでみたいなとは思ってます。そんなわけでですね、堀川と宍道湖に抱かれた松江市散策、先に申し上げました宍道湖遊覧船のクルージングと一緒にどうぞ配信されるのを楽しみにお待ちいただければなと思います。では最後のテーマです。次回の旅行シリーズの締めくくりに、まずは地図急行の特急列車スーパーハクトで京都に向かいます。ちなみになんですけども、倉吉から京都までの片道乗車賃なんですが、京都から姫路まではもうすでに往復分の 1万8000円に組み込まれていますので、倉吉から、僕の生まれ育った町なんですけども、倉吉から姫路まで片道運賃が3300円です。スーパーハクトの特急券なんですけども、この後新幹線を利用しますので割引が発生して、特急券の値段は税込みでジャスト2000円です。で、京都につきましたら、まずバスの1日乗車券を購入して、京都駅の南側に東寺という寺院があるんですけども、そちらに足を運びたいなと考えています。ちょっと話が前後しますが、バスの1日乗車券、お値段は調べたところ700円で購入できるというふうにありました。当時をゆっくり散策しましたら、1日乗車券を利用してバスに乗って、今度は祇園方面に向かいたいなと考えています。祇園方面と言いますと八坂神社や清水寺もありますので、さて2つは回れないぞと思ったんです。今回はですね、ちょっと2つは回れないと考えました。やっぱり内容的な部分もありますから、僕の作り方としては、一つのものにしっかり取り上げた方がいいというスタンスで今まで映像制作取り組んできましたので、祇園の町から八坂神社までの方がどうやら地図を見る限りでは近いんですよ。なので祇園の町歩きを楽しみながら八坂神社を散策したいなと思っています。八坂神社のね、山門って言ったらいいんですか、朱色を基調としていて本当に綺麗ですもんね。あれを間近で見てみたいなっていう気持ちは強くあります。話が少し本題から
からそれるんですが、京都って実を言うと日本国内でも特にコーヒー文化が発達しているということを聞いたことがあるんです。まあ、間違ってたらコメント欄で優しく教えてください。その京都、おしゃれなカフェがいっぱいあります。僕もいろいろ検索してみました。あれもいいな、これもいいなって検索する中で、僕の中でピーンときたのが、京都駅からちょっと歩くんですけれども、ゴールデンウッズ京都というおしゃれなカフェ見つけたんです。ここのカフェでひととき過ごしまして、それから京都駅に戻って、新幹線に乗って、東京都内に帰るまでの一連の流れを一つの旅行作品としてお見せしたいなと思います。予定は変更になる可能性は十分考えられます。分割するかもしれませんし、それはわかりませんが、ただ、大まかに5つの旅行企画組みましたので、かなりざっくりとしたものですが、このような内容で旅をしたいなと思っています。そんなわけでして、ぜひショート動画も含めまして配信が始まるのを心待ちにしていただければなと思います。ショート動画の方はですね、 Twitter、Instagram のリール、それから YouTube のショートを中心に投稿していきたいなと考えていますので、心待ちにしていただければ嬉しいです。そんなわけでちょっとグダグダな部分もあったんですけれども、今回の動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。